こんばんは。ヤエズ TV お祭り気分ダイエットンのパーソナリティひろみしです。お祭り気分ダイエットン、この番組はヤエズ神社大祭荒祭りにスポットを当てまして、ヤエズ神社大祭荒祭りの情報を発信しながら皆さんにヤエズ神社大祭荒祭りを知っていただくという番組になっております。今回も最後までよろしくお願いします。さて今回は子供みこし富雄のお話をしたいと思います。前回ね、長ボロというね、子供さん中心の行事がありますよと。その長ボロっていうのは八重神社大祭荒祭りの開幕を告げる大切な行事なんですよっていうお話をねさせてもらいましたけれど、今回の子供みこし富雄も、八重神社大祭荒祭りの開幕を告げるのにとっても大切な行事の一つとなっています。各町にですね、一基ずつ子供みこしがあるわけなんですけれど、この子供みこし8月11日の夜に、各地区で子供みこし渡御をするんですけれど、その前日8月の10日の日にですね、八重神社に勢ぞろいをしまして、お祓いを受けます。そして、もっとあげるのみことの神様のご分霊の札をいただいて、おみこしの中に、納めさせていただく。子供みこしといえどもしっかりと神様が鎮座された、立派なおみこしということになるわけですね。さあ、そのお話を今日はさせてもらうわけなんですけど、その前に今日も VTR に、まとめてありますのでね、子供みこし渡御ということで、VTR の方をまず皆さんにご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
はい、VTR を見ていただきました、ありがとうございました。まあ、子供みこし、各町に1基ずつねあるんですけどね、基本的には、八重洲神社の本腰と同じような形をしてますけど、少しずつね微妙にやっぱり形がねそれぞれ違うんですよね。まあ、この子供みこしといえどね、結構な重さがありましてね、まあ、大人が10人ぐらいで担いでも結構なね重みがある、ずっしくるというね、ような重みがあるね、立派なみこしなんですけどね。まあ、このみこし、八神社の本腰を担ぎ棒と本体を、組み合わせるときにね、以前番組でもやりましたけど、大町保存会といってね、皆さんが、担ぎ棒と本体を、大回し、もしくは縦綱とかいうね綱で、固定をしてね、組み立てるんですけれど、子供みこしもこの手法全く同じような形でね、組み立てます。釘とかそういったものを一切使わずにね、綱だけで、担ぎ棒と本体を固定して、あります。まあ煽ってもね、そういったものが緩んだりしないようにねきっちりと固定をね、してありますから全然大丈夫なんですけどね。まあ、そして、四区桜組の場合はですね、四区区内を回って、来るんですけどね、最後にはね、四区桜組の会社の近くに、八重洲神社大祭のお旅所の一つ八重洲お旅所というのがあるんですけどね、しっかりそこにもみこしを納めましてね、そこで、子どもたちが、一生懸命大きな声で、煽る、ね、そういったこともやらせて、いただいてます。で、桜組の場合はだいたい、スタート出発するときにはね、まあそれなりの人数の子どもさんたちがね、来てくれるんですけど、まあ終わり頃になるとですねものすごい人が増えましてね、だいたい、ご褒美のお菓子なんかも250個ぐらい、出てくということですからね、それぐらいたくさんの人たちがね、子どもみこしには参加をしてくれるということになってるんですけどね、盛り上がりますよ。うん、本当にもう最後の方はね子どもたちもねものすごい声を大きい声出してね、かなり激しくみこしもね煽ったりするんですけどね、でやっぱり八重洲っ子ですよね。うん、やっぱりみこし煽るっていうのがもう大好きみたいな感じになってるんですけどね。そして一回り回って、桜組の会社まで帰ってくると最後はねもうこの子どもみこしが、青年のみこしになりましてね、青年が、まあ、一堂に集まりましてみこしを煽るという形になってますけどね。まあこの子どもみこしが終わって翌12日からは荒祭りの本番が始まるということでね、この子どもみこしの中でも道中青年たちがね交通整理やったりとか子どもたちの面倒を見たりとかいろいろな形でねその本番の、まあ、予行演習ではないですけどねいろいろなことを、まあ、このみこしを通して、覚えていくっていう部分もある。ですからねそういったことも、このすごく大事なね、ことなんじゃないかなと思います。まあ、歴史的にはねこのみこしだいたい50年から60年くらいだと思うんですよ、この八重洲のお祭りの子どもみこしの歴史っていうのがね。まあそれ以前は各町に1台ずつお祭りの屋台がありましたからね、それと入れ替わるように出てきたのがこの子どもみこしなんじゃないかなと思います。はい、毎年ね8月11日の夜子どもたちがね楽しみにしていたんですけど、まあ今年はね、荒祭り中止ということでねありませんので、また来年以降ね地元の子どもの皆さんと一緒にねこの、子どもみこしとげも、盛り上げて楽しみたいと思います。はい、そういったことで今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。さあ今日も最後に、一声叫んで終わりたいと思います。カメラの向こうの皆さんも一緒に大きな声でお願いします。いきますよ、お祭り気分でアイエットーン。ありがとうございました。